令5年度一般会計補正予算第1号令和5年度特別会計補正予算特第1号以上2案を一括して議題といたします政府から質説明を聴取いたします鈴木俊一君財務大臣鈴木俊一君令和5年度補正予算の対応につきましてはすでに本会議において申し述べたところでありますが 予算委員会でのご審議をお願いするにあたり、改めてご説明申し上げます。最初に一般会計予算の補正について申し上げます。歳出においては、総額で13兆1992億円を計上しております。その内容としては、デフレ完全脱却のための総合経済対策に基づき、物価高から国民生活を守るための経費として、 2兆7363億円、地方、中堅、中小企業を含めた持続的賃上げ、所得向上と地方の成長を実現するための経費として、1兆3303億円、成長力の強化、高度化に資する国内投資を促進するための経費として、3兆4375億円、人口減少を乗り越え、 変化を力にする社会変革を軌道推進するための経費として、1兆3403億円、国土強靭化、防災、減災など、国民の安全・安心を確保するための経費として、4兆2827億円を計上しております。また、国際整理基金特別会計への繰り入れとして、1兆3147億円、 地方交付税交付金として7820億円、その他の経費として1兆4851億円を計上するとともに、規定経費を3兆5098億円減額しております。収入においては税収について、歳入においては税収について、最近までの収入実績等を勘案して、 億円の増収を見込んでおりますまた、税外収入について、7621億円の増収を見込むほか、前年度常用金3兆3911億円を計上しております。以上によってなお不足する歳入について、交際を8兆8750億円発行することとしております。この結果令和5年度 一般会計補正後予算の総額は、一般会計当初予算に対して、歳入・歳出ともに13兆1992億円増加し、127兆5804億円となります。また、特別会計予算につきましても、所要の補正を行っております。財政投融資計画につきましては、総合経済対策を踏まえ、 成長力の強化、高度化に資する国内投資の促進や、国民の安全・安心の確保等の取り組みを推進するため、8860億円を追加しております。以上、令和5年度補正予算の対応についてご説明いたしました。何卒ご審議の上、速やかにご賛同いただきますようお願い申し上げます。 以上で、令和5年度補正予算2案の出資説は終了いたしました。本日はこれにて参加いたします。